新編は、日本海軍の砲艦、元新国海軍の沈騰型砲艦、陳編、チエン、ピエンで、日清戦争の戦利艦である。1881年、イギリス、ニューカッスルのアームストロング社エルジック工場で巡航、新国北洋水史に所属した。日清戦争時の1895年2月17日、異海兵で捕獲され、3月16日に、 帝国軍艦籍に編入された。志運県の後7月10日、旅順口を抜病し、大連湾、海洋島、大鎮太を、豊島沖、新川港、八口浦、長直路、翌地島、伊豆原港、福岡湾などを経由して8月5日に、呉軍港に到着。その後の日清戦争中には、国内警備に従事した。1898年3月21日、 日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、1000トン未満の砲艦を二等砲艦と定義。陳編は二等砲艦に類別される。義和団の乱においては、両艦、陳中と共に1900年6月11日に常備艦隊に編入され、6月14日にクレ出撃。佐世保を経由して、清国田船に派遣された。 1903年8月21日に除籍され、雑役戦に編入、海軍兵が交付属戦となる。1906年6月30日に敗戦となり、7月16日司法省に遺憾、監獄局棄戦、陳変号となり、兵庫県の相本育成学者で練習戦として利用された。日本海軍史第9巻の召喚履歴及び官報に基づく。 ありがとうございます。